とってのドリームキャストプレイ動画第58弾機動戦士ガンダムガイデンコロニーの地たちでに挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地南米ジャブローであった。しかしコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリアシドニーを直撃、町を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により戦いの長期化を予想したジオン軍は直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊はなすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そしてブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでもジオン軍に対する反攻作戦が開始されようとしていた。ホワイトディンゴの諸君、緊急任務だ。諸君らも知ってんのか、オーストラリアでのジオン軍に対する反攻作戦は大陸北部のダーウン、中央部のアリススプリングス、南部アデレードへの同時攻略が決め手となる作戦。中でも反攻作戦の呪しともいえるアリススプリングス攻略戦は敵の大陸鉄道網を分断するだけでなく、大陸全土における敵戦力の分散を狙った重要な作戦である。現在第一主力部隊レッドコスさんが進行中だが、少々問題が発生した。アリススプリングス進行ルート上のレインボーバレーという偵察任務に当たっていた部隊が急遽設置されたと思われる多数の大気対空砲台が敵防衛部隊の存在を確認した。残念ながら我々の反攻作戦発動が敵に漏れていたと考えるべきだろう。今後の作戦展開を考え、ここでのレッドポッサムの戦力消耗は回避せねばならない。しかし進軍の方を緩めるわけにもいかない。そこで諸君ら、ホワイトディンゴは空路にてレインボーバレーへと先行突入。展開中の敵防衛部隊を対地対空砲台を優先しつつ極力排除、レッドポッサムの進軍を支援してくれ。タイミング的には諸君らが交戦中に前衛を務める戦車中隊が戦闘区域に到達することになるだろう。
りすぐられた精鋭である。諸君らホワイトディンゴの迅速な処置を期待する。隊長、いよいよ出撃ですね。出撃前に作戦中の各員のコードネームを最終確認します。レイヤー隊長の搭乗するモビルスーツがハング1、レオン機がハング2、マイク機がハング3、私の搭乗するホバートラックがオアシスです。覚えておいてください。ハング2レオン了解。ハング3マイクも了解だ。にしてもアニタが乗ってるのがオアシスとはね、皮肉かね。ちょっとマイク、どういう意味よ。冗談だよ。戦場に咲いた可憐な花、アニタちゃんにお似合いです。戦場では背中に気をつけることね。おー、怖っ。二人とも無駄話はそのぐらいにしとけ。隊長、何か言ってやってください。ようレイヤー中出番らしいな。作戦に合わせてモビルスーツの出撃準備を進めているが、抵抗があるようなら遠慮なく言ってくれ。ジムキャノン。ジムの右肩にキャノン砲を搭載した中距離支援用のモビルスーツ。ジムより装甲は若干厚くなっているが、その分運動性が落ちちまって、よく作戦の性質を考えて選んだ方がいいぜ。形式番号 RGM79 ジム。これが連邦軍初の正式量産型モビルスーツとある。元になった RX78 ガンダムに比べると見劣りするが、汎用性に優れている。敵さんのザクタイプなんかよりはるかに使えるはずだぜ。形式番号 RGM79 ジム。これが連邦軍初の正式。こいつでいいんだな。え？ジムキャノン。こいつでいい。よし、装備。炸裂した時の爆風や直撃時の破壊力は魅力だ。陸戦用の最も基本。こいつでいい。よし、連邦軍の陸戦用。こいつ、レイヤー注意。こいつでいい。よし、装備。よし、可能です。流星雨、コロニー落としの名残ね。コロニー落としで死んだ人々の魂が地球の重力に惹かれ、再びこの大地に帰ろうとしているのか。マイク、あんた詩人ね。茶化すなよ。この大地には実際ジオンへの憎しみの力が宿ってるんだ。
俺たちの中にもね。死者に与えられた力か。ジオンは眠れる獅子を起こしちまったわけだ。もっとも俺たちは獅子じゃなくてディンゴ、犬だったな。隊長、始めましょう俺たちの戦いを。よし、ジオンの奴らに俺の力を見せてやるぜ。マグス3、気合が入ってるのはいいけどチームワークを乱さないで。マグ1、後の指示をお願いします。
これはホワイトベースにおいて今まで行われた実践データをもとにモビルスーツ同士の模擬戦を想定して僕が作成した訓練用のシミュレーターです。攻撃目標となるのは RX78 ガンダム、パイロットは僕、アムロ・レイ・ショーイ。 RX77 ガンキャノン、パイロット、カイ・シデン・ショーイ。 RX75 ガンタンク、パイロット、ハヤト・小林総長の3機です。それでは頑張ってください。これは戦闘シミュレーションです。これで腕を磨いて実戦に役立てましょう。勝利条件は戦闘区域内の敵戦力の殲滅です。ホワイトベースはジオンのモビルスーツ部隊との交戦が多いため、汎用性の高い白兵専用モビルスーツであるガンダムを軸として部隊を運用しています。ガンダムは機動性、耐久性、攻撃力の全てにおいて他のモビルスーツを凌駕しており、長距離でのビームライフル、近距離でのビームサーベル、ともに絶大な威力を誇ります。このシミュレーターにおいても間違いなく最強の相手になると思います。心してかかってください。ガンキャノンは中距離支援型のモビルスーツです。しかし対モビルスーツ戦闘にも耐えうる格闘性能を持つことがジオンのランバラル隊との戦闘において実証されています。不用意に接近するのは避けた方がいいでしょう。ガンタンクは長距離支援用の攻撃型モビルスーツです。機動性の低さを差し引いてもその火力は対モビルスーツ戦闘において脅威となるでしょう。ガンタンクを撃破する前に足を止めることはあまりお勧めできませんね。
ルエーター終了です。お疲れ様でした。実戦に出るのはもう少し待った方がいいと思います。